ブラジ。初めての体験メールをご紹介します。はい、千葉県、桃組桃ちゃんからいただきました。私の初めての体験は流れ星を見たことです。小さい頃から天体が好きで、夜になると星を見に散歩に出かけたり、流星群が見れる予想の日は眺めてたりしましたが、ちゃんと見たことがなく、いつも誰かが、あ、今流れたと言ったのに合わせて意地を張って、私も見たと言っていました。この間生まれて25年目にして、ふと空を見上げたところ、星が流れていく瞬間を見ることができました。自分の目で見ることができたことが嬉しすぎて、今は会う人に自慢しています。なにわ男子の皆さんは流れ星見たことありますか？流れ星ですか？はい。見たことあります俺。ぶわーあるんですか？ぶわー。ぶわー。すげーって喜びじゃなくて、ぶわー。あの結構わかりやすいでしょ？ある。すげーっていう。あるんや。流れ星やって。流れ星、何が流れ星かわからんねんな。どういうことですか？え、なんかさ、流れ星ってむずくない？流れる星、流れ星。いや、何が流れたかって言われたら結構星です。流れる星、流れ星。質問むずい。やっぱ俺、もうそのもっと深く掘れば、星って何なんでしょうね。星？はい。まあ、何億光年前の光って言いますか、ね。月1ぐらいで考えちゃいます。月1。はい。でもなんであれが星型なんですか？星型？はい。あ、星は、はい、あの、僕らが知ってるあの、五角形というか、星じゃないんですよ。はい。あの、オープニングで星について喋るとは思ってませんでした、こんなに。流れ星は見たことあるかないか。そっか、僕はないです。ない。はい。でもやっぱ来た時にすぐね、夢をね、言えるぐらい常に夢を持っとこうって言って、あれだから3回なのよ。でも見たことある。あの、普通に上にある星あるやん。うん、いっぱい出てくる、うん。それを自分が見てる自分を首振れば流れ星。あ、セルフ流れ星？うん。あ、でも星がなかったら無理やけど、うん、星がある日はとりあえず、あの、基本あるで。いや、とりあえずベランダ出て、あの、上向いて首ガンガン振っとけば流れてるよ。しかもいっぱい流れれる。セルフ。多分この世で強兵しかやってることないんちゃう？自分で振ってセルフ流れ星。で、あげるみんなに。あ、皆さんいただきました。みんなにあげますんで。ですので皆さん、あの、空見上げて星があって流れ星みたいなと思ったら首振ってください。そう、流れ星は意外と近くにいた。以上ってなれへん。なんか、これオープニングやから。あ、オープニングか。すみません。さあ、それでは行きましょう。なにわ男子の、なにわ男子の、ブラジー。こんばんは、なにわ男子の藤原丈一郎です。こんばんは、高橋恭平です。いつまでもうぶな気持ちを大切にリスナーさんに笑顔を届ける1時間、なにわ男子のうぶラジ、今週も始まりました。よいしょ。さあ、今週も先週に引き続き、高橋恭平と藤原丈一郎でお送りしています。はい、お願いします。さあ、もう今年も終わるということで、はい、2022年を表す今年の漢字が12月12日に発表されました。はい。まあ、といってもね、この収録してる段階ではまだ12月12日前なのでわからないですけども、はい、ちょ、予想しようぜ。これ当てれたらすごない？確かに。ちなみに去年2021年の漢字わかります？2021年の漢字今スタッフさんからさ、資料をいただいたけど、それを今恭平俺が2021年の漢字わかるって言って資料をもらった瞬間、ガン見。お前絶対そうやって、今のはカンニング常習犯の目つきやったもん。だ何を、今のはすごかったで、俺は見てたで。何を、これごめんなさいね、リスナーの皆さん。何を、声だけなんですけど、えって一瞬考えた、あの間で人の資料をガン見して。何を、いや何をじゃないね、2021年、漢字何やったと思います？やべそれ流行語大賞やろ、言いたいの。漢字一文字。一文字、はい。まあヒントで言うと、まあ2021年はオリンピック。つなぐみたいな。つなぐ。よろ、あ、心みたいな。ああ、違うな。オリンピックって言ったら何もらえる？ええー。何もらえる？ 1 位になったら？ 1 位になったら、あ、トロフィー。うわー、欲しい言い方違うな。オリンピック見たことないんかな、この子。のね。はいはい、首からかけられる。何？ああ、わかった！ 1 位になったら？メダル。うん、金や。今年の漢字一文字漢字ちゃうし。3文字やし。21年は金、20年は蜜。そして19年は令和の令。あ、そうなの。ありましたけども、何やと思う？ 2022 年。に。え？に。に。漢字のに。漢字の。なんでな？その心は。2022で、にがいっぱいつく年やから。
なあ、それさ、書いてさ、バン！この理由は何ですか？ 2022、2がいっぱいある。12月12日、2022、2がいっぱいあるから2にしました。おってなるか。え、意外とおるね。これでなったらマジで、2023年、飯全部おごってるわ。ガチ年中。え、もう1年中 ?2 になったらな。なんでも。これで2になってたら俺は飯おごるわ。え、じゃあもう、出前するときとかも全部おごってくれる？全部おごってる。俺のクレジットカード全部教えてあげる。やった！いや、2はない。え、ガチで言うと、当てたいよね。あ、そっか、俺らの心の拠り所のみんなはもう成果してんもんね。こいつら今頑張って当てようとしてるとかね。これ聞いてくれてるときには、もうみんな知ってんか。知ってる。俺は、1?1? いや、俺、3? いや、数字ちゃうやろ、絶対。俺は、神。神様の神。ああ、なるほどね。ちゃんと、まあ、流行語大賞ありましたよね。あの、村神様の、村神の神が本来上やけども、神がかってたって意味で神。はいはいはい。そして、ワールドカップも、だいぶ活躍しましたよね、日本。神がかってたって意味で神。なるほど。かなって思う。いやー、まあ、どっちが当たるかっすね。ストレートな意見か、意外とこのシンカーな意見か。シンカーすぎやからな。だから聞いてくれると皆さん今すっごい反応してると思う。え、京平お前そんなとこ当てたみたいな。いや、絶対当たらんから、2が多いから2ですってならへんねん。清水寺で書いてる人もみんな、え、2、2、2って、2ってその理由っすかって。え、2が多いから2なんすかって。いや、俺は諦めへんぞ。さあ、というわけで、今週もうぶな気持ちを忘れずにお送りしていきたいと思います。はい、ここで今日の1曲目、なにわ男子で、ハッシュメリークリスマス。An X Nippon Express。 Here we go! 始めよう新しい挑戦を。私たち日本エクスプレスは侍ジャパンを応援しています。 We have Samurai Spirit。 日本エクスプレス。セブン銀行ではラジオチャリティミュージックソンに協力して音の出る信号機を設置し、目の不自由な方が安心して暮らせる街を作るため、皆様からの募金を受け付けています。詳しくはセブン銀行ホームページをご確認ください。物語の主人公はオールナイトニッポンのラジオリスナー。山本周五郎賞受賞の青春小説、明るい夜に出かけて。出演はセブンメン侍の今野大輝、アンガールズ山根、鈴木杏樹ほか。オールナイトニッポン55周年記念企画、舞台明るい夜に出かけて、詳しくは公式ホームページをチェック。今日の担当は高橋恭平、藤原丈一郎です。なにわ男子のうぶらじ。うぶらじ伝言版。なにわ男子の西畑大吾です。長尾健人です。スタジオにいるメンバーへの伝言ですが、今年も残るところあとわずかでございますけれども、はい、今年1年を振り返って感謝を伝えたい人を教えてください。はいはいはい。まあいっぱいいらっしゃるでしょうけど。いらっしゃいますね。いますか。僕ですか。僕ね、今年の頭に自転車を買ったんですよ、うん、それはあのね、事務所の先輩からお年玉いただけるじゃないですか、うん、そのお年玉で自転車を壊させていただいたんで、そのお年玉くださったあのジャニーズの先輩方にありがとうございますとお伝えしたいです。今年もよろしくお願いします。今年もよろしく。来年もよろしくお願いいたします。そうですね、はい、まあ、僕はなにわ男子を応援してくださってるすべての皆様、そして僕たちを支えてくださってる周りのスタッフ、関係者の皆様、すべての皆さんに感謝をお届けしたいと思ってます。本当にありがとうございます。僕もです全員持ってますからね、なにわ男子ね、はい、ということで以上、西畑大吾と長尾健太でした。さあさあさあ、いいですよ、もう今日今回いいですか。じゃあ、まあ、もう年末やから、年末です。重いのいっちゃえ。もう虎年ももう残す頃わずかなので、わずかね、トラギャグを、ね、もう絶対せえねん。一人ずつ、一人ずつやってください。いけ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 。一人ずつ。かわいそうにな。よろしくお願いします。頑張れ。ということで二人からの伝言でしたけども、今年も残すところあとわずか。はい、どうですか、今年一年を振り返って感謝を伝えたい人。え、僕石鹸っす。石鹸。はい。ちょっとごめんなさいね。ものですか。はい、ものです。はい。石鹸なんでですか。やっぱこの前僕結構体洗うときも石鹸使うタイプなんですよ。そ、え、ボディーソープ。じゃないです。じゃなくて、石鹸タイプの人。一応、ボディソープもあるんですけど、うん、石鹸使う派で。珍しいよね。石鹸ゴシゴシ下まで洗うタイプです。じゃあ、結構じゃあ、石鹸を買いに行ったりするって。そう。なんか、ため買いする。あ、この石鹸いいなとか。と思ったら、もういっぱい買っちゃったり、なんかいろんな石鹸買って、食べてる、う
すげえ。そう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 。それをば、ずっと風呂場に置いてんねんけど、それがこの前、ちっちゃくなってって、なくなっちゃったの。あと、落としちゃう時もあんの。ほんと、割れるの。ああね。割れた時なんかごめんなーって言ってくっつけたいねんけど、ピタってくっつけんの。なんかちょっとあれってさ、なんか粘着力ありそうやん。石鹸なんや。そう、結構だから石鹸俺愛着湧きがちかも。俺はマジで今年感謝を伝えた人がいるんですよ。誰ですか？俺その人名前も知らへん。あの、この日本放送来る、あの、信号渡る手前ぐらいで、めっちゃ雨降ってきたのよ。やばいと思って。びっちょびちょやと思ったら、そこにいた、年配のお二人が、どうしたのって言われて、いや、ちょっと、傘なくて、あ、もう私たちもこっから電車乗るからいいわよ、って傘借りて。それを返せてないわけですよ。うわ、なんか、ロマンチックっすね。めっちゃやる。マジ感謝伝えたい。ね。あの時、あの傘貸してくれへんかったら、俺、びっちょびちょでこのスタジオ来てて。確かに。じゃあ、それ晴れん時も傘しましょうね。なんでな？やっぱこう、いただいた優しさというか。なんで人のこのさ、感動の話を最後さ、高橋武士で終わらすなあ。なんでそんな、いや、素晴らしい。難しい着地点に自分から降りていくの？そうですね、やっぱ素晴らしい話だったんで、ちょっとケチャップつけちゃいました。ケチャップなの？はい、ちょっとテイスト付け加えちゃいました。すいません。さあ、ということで、ここからは近況トークのお時間です。はい。じゃあ、京平。近況トークありますか？あります。僕の近況トークはですね、本当にもう最近です。僕といえばポケットモンスター。ああ、ポケモンね。はい、やっぱ大好きなんですけども、最近も新しいソフトも出て。で、こう、服を買ったんです。はい。まあ、今持ってきてるこちらの服なんですけども。はい、今日着てきてるアウターも、はい。今日着てるアウターとズボンがポケモンの服だと。メンバーで言うと、まあ、ミッチーとかに報告したりだとか。はい。で、家でやっぱ着ちゃうよねっていう。家でも着ちゃう？これ結構ね、初めてなの。ポケモンの服買ったのって僕。おお。別に誰も見てないし、誰もおらんし、言うわけじゃないねんけど、家でひたすらずっと着てた。あ、もうそれだけ気に入ってんねん。そうそうそう。ほんまにだから、夜ご飯食べながら、ゲームしながら、テレビ見ながら、ずっと着てたもんね。なかなかごっつめのアウターをご飯食べながら着るってなくない？そう。肌着で。肌着？え、どういうこと？ジョーラの上に、そう。結構ごつめのアウターを、ポケモンとコラボしてるやつを着てるってこと？そりゃそうやん。だって、その服いっぱい着てこれ着て暑いよ。いやいや、じゃなくて、なかなか室内でアウター着る人おらんくない？いや、なんか嬉しすぎて。あ、嬉しすぎて。そうそう、常にポケモン。そう、常にポケモン。で、それをやっぱポケモン好きグループメールに送ったわけ。もう。これめっちゃ可愛くないですかって。うん。で、まあ、ふっかさんだったり、まあ、スノーマンのね、うん、深澤くんだったり、キスマイの宮田くんだったりが、うん、こう、あ、レスポンスくれるわけです。かわいいねって。買ったのみたいな。ほんで、最近ね、ストーンズの京本くんも、おぉ一緒のグループメールに入りまして。はい。で、結構あんま接点なかったんです。はいはいはい。僕、京本くんと。でもそのポケモン好きっていうとこから接点が合いまして、で、初めて、え、それかわいいね。買ったのって連絡くれたんですよ。おぉもうちょっとキュンキュン来たよね。京本くんの連絡先追加しといていいですかって。うん。言ったら、あ、いいよ。んで、追加させてもらって、京本くんはどういう方なのか。まあ、でも、ポケモンを通じてこれからね、仲良くなったらいいもんね。だからちょうどそういう話です。すごいね。ちゃんとそうやってさ、追加していいですかって聞くタイプ。聞く。めっちゃ聞く人ない？めっちゃ聞く。そう。まあ、でもなんかほんまに、今ほんま京平めっちゃ好きなんやろなと思う、このポケモンの服。そう。ほんまここ一週間でこれしか着てへんイメージあんもん。そう、マジ。もうインナーだけ変えればもう上は何でもいいからと思ったらこれずっと着てる。いいじゃないですか。っていう近況でございました。ありがとうございました。はい、それでは番組はまだまだ続きまーす。なにわ男子のうぶらじー。今日のメンバーは高橋京平、藤原丈一郎です。要チェック明星。2023年はどんな年にする？King&Prince が表紙の明星2月号で言うなら、 CD&DVD ケースのスノーマンみたいにキリッと決めて、ステッカーのトラビスジャパンみたいにでっかく勝負して、厚紙カードのストーンズみたいにかっこよくなりたい。集英社から12月21日発売。ペッペーバイキングのピカピカカーチス。車好きの小峠さん、カーチスの車でカーキャンプやってみない？いきなりだな。カーチスのピッカピカーでカーキャンプ。なんなんだよ。カーチスのピッカピカーでカーキャンプ。わかった、やるよ。カーチス販売店へ GO！ 北海道のテレビ局 UHB の人気番組アンドサウナと日本放送が夢のコラボ。耳から整うリラクゼーションプログラム、藤森慎吾の有楽町サウナクラブ。有名人サウナーをお迎えしたり、サウナクイズがあったり、あなたをまどろみの世界へ誘います。藤森慎吾の有楽町サウナクラブ、ポッドキャストで毎週水曜配信。なにわ男子の
なにわ男子の藤原丈一郎です。高橋恭平です。なにわ男子のウブラジオをお送りしています。さて今週はこんな特別企画を行いたいと思います。題して、え、自分何言ってんの、ウブラジ名言大賞2022。いいね、なんかこの雰囲気。さあ、2022年の春にスタートしたこの番組、いつも初心を忘れずに緊張感を持ってお送りしてきたわけですけども、まあ時にはね、え、自分何言うてんのという迷う方の名言を飛び出すことが多々ありましたよね。はい。まあということで、今回僕らの心の拠り所の皆さんにこの1年のウブラジで名言が飛び出たシーンを送っていただきました。はい。あの時のあのペアのあの発言、名言でしたねとか、そういうのいっぱい送ってもらってるので、はい、今年起きたミスとか、今年のうちにしっかり反省して新しい年を迎えましょうということで。いや、どんなものが飛び出てくるのか楽しみですね。わからんけど、俺多分な、大橋と高橋がなかなか出てくる気すんね。いや、そんなわけはないと思うで。強兵的にはどう、自分名言、俺の名言あったと思う。でも難しいところではあるかもしれない。おお、あってもちょっとかなっていう、ポロっちゃったぐらい。そう、だからちょっと、ちょっとここ疲れてたんかなとか、うん、その時に出ちゃったかなぐらい。もうだいぶ今のポロっちゃったも名言に入んねんの。何言ってるか分からへんし。いや、分かる人には分かってるって。さあ、ちなみに全国各地で聞いていただいてるウブラジですが、ご紹介する放送日は日本放送での放送日となります。送っていただいた名言は様々な部門に分けて発表していきたいと思います。はい、では早速参りましょう。まずはこちらの章からです。編集するにも限度があるで。あ、でしょう。もう遅いか。編集するにも限度があるでしょう。はい、限度があるでしょうです。いや、まさしく今のことやん。でも、章言ってくれへんからもう。いや、すいません。東京都杉並区、僕らの心の拠り所、薄手のカーディガンさんからいただきました。5月28日の放送回。エンディングで大橋くんが自分たちの全国ツアーの告知をしていたのですが、何度かありえない髪型をしていて印象に残っています。大橋くんは、まさかここで?という場面で噛むのが素敵です。この回はちなみに大橋和也と長尾健人のペアでした。うんうんうん。どんなんなんやろこれ。ね。まさかここで噛むっていう。さあ、それでは音源を聞いてみましょう。どうぞ。そしてさらに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 、おアルバムを引っ提げたツアー、なにわ男子デビューツアー2022ファーストラブも開催が決定いたしました。よいしょ、いけるよここは。ありがとうございます。詳しい情報はジャニーズネットや J ストームのホームページをご覧ください。なんてありがとう。なんて言いました。なあ、俺さ、やばい、バレたと思ってさ、見たけどさ、なんかこっち見てなかったから、あ、いけたと思ったけどさ、徐々にさ、スタッフさんがさ、あのケントに向けて、えってすんのやめてくれ。全然ありがとうございますっていうことは伝わったから。いや、今のはあのケントの横にいるスタッフさんが悪い。スタッフさんがね、今日ひどいって書いてましたよ。滑舌やろ。もう俺もかむし、おやしくもかむし。いや、編集でね、よろしくお願いします。なるほど。ちょっとね、さらにさらにさらにぐらいから、あ、うん、こいつなんか雲行き怪しいなと思ったのよ。うん、タイトルもなんかなんとかもなんかいつも区切るとこちょっとおかしいもんね。おかしいおかしい。あ、いや、出会だすみたいな。あ、だから、あがです。いや、これまだでも優しい方じゃん。ね、意外と可愛いな、普通に。まだいけるよ。全然いける。大橋は多分俺山ほどあると思うけどな。さあ、それでは続いてはこちらの章です。リラックスしすぎでしょう。埼玉県の戸田市から、僕らの心の拠り所、あかりさん、他たくさんの方からいただきました。何やろ、7月30日放送のご当地ライブ MC 情報のコーナーで、長崎の方言について話す藤原くんに対しての道枝くんの相槌が名言でした。この回は道枝くんと僕、藤原丈一郎がペアで、あ、俺これわかるよ。わかる?これね、すごいよ。ミッチ?ミッチ。もうこれマジ聞いてほしい。聞いたよ。それでは音源聞いてみましょう。どうぞ。大橋さんは例えば締めコメントどうぞって言って喋ってるうちにだんだん顔真っ赤になっていくの。真っ赤っかになってくるから、ね。もう顔沸騰するからね。そう。ティファールかっていうぐらい急に上がって。ガンって言って。便か便か。その時にね、大橋、便か便か。いいやん。顔真っ赤っかやでって。いいですね。いいねこれ。
ぜひ長崎県に行った時やりましょう。へよへよ。おい、あくびそうだよ。ごめんなさい。おい、ごめんなさい。今しれっとあくびしたよね。ごめんなさい、すいません。終わってる予定でしょ、僕の中では。それだけリラックスしてるってことやんね。でも、仕事中にあくびは良くないですもん。誰が言ってんの。反省してました。前代未聞よ。相づちあくびで。ああ、そうだ。怪我でしょ。いやー、どう、京平。びっくりしてる。これは、俺も言わせてもらう。ありえへん。ありえへんやろ。ああ、それまでは、いい感じで長崎の方言、あ、いいやん、いいやんって。うん、その喋ってて、したら急にみちも、ああ、ああ、ああ。え、みちもあくびした。すごない？あくびしちゃったら喋らんとことかじゃないね。あくびしてでも相づち打たなって。しかも、自分で、仕事中にあくびはダメですよね。誰が言ってんねんって話やね。これはもうびっくりしたよね。みっちーらしいですね。いや、俺もラジオやってて、ラジオやってて多分、あくびしながら相づちする人なかなかいないでしょ。これは僕もね、俺多分これ、もうすっごい、多分一年振り返って一番記憶に残ってるラジオ。だってすごいジョークの方だともうそれぐらいリラックスできる場所ってことでもね、みたいなこと言ってた。でもね、本番中にあくびはダメですから。誰が言うとんね。いや、これすごいな。いや、まだまだあんな、やっぱ。ね。自分たちが出てない、やっぱ回で、あ、こんなことあんねやっていう驚きもあるし。ありそう。さあ、それでは続いてはこんなショーです。ようわからんノリでしょう。和歌山県俺らの心の拠り所、高文さん、他複数の方からいただきました。僕はこのラジオを通してなにわ男子を知ったのですが、特に西畑さんと大西さんが絡んだ時の二人だけしか楽しくない、ようわからんノリが好きです。いや、これってさ、よく考えたら二人だけしか楽しくない、ようわからんノリ。これってもうリスナーさん置いてけぼりってことだよね。ラジオとしては成立はしてないよね。だからそれがなんか見ててほのぼのするみたいな。だってちゃんとリスナーさんも、いや、これ二人だけしか楽しくないよな。え、しかもさ。そうなんやな。いや、若くどうなってんの？番組初回で急に甘えた声を出し始める二人の部分をもう一度聞きたいですって。まあ、ちょっと癖になってんのかな。まあ、この二人よくあるよね、そういう。あるある。大悟と流星のペア。じゃあそれではちょっと確認してみましょうか。はい、音源聞いてみましょう。どうぞ。でも俺らは、今年の7月14日に出会って10年になりますよね。うわ。オーディション日が僕7月14日で、うん、そのオーディション会場に大ちゃんが先輩として、ちょっと振り付けを教えるみたいな立場でいたので。うん、大ちゃん。こんなんもえもえや。もえか。何欲しい何でもくれるの。何でもくれる。記念プレゼント1000人がいるから。じゃあ俺らは意外と、こういう記念日は大切にする派なんだ、ね。そうね。だって誕生日とかもメンバーで送り合ったりもするし。するし。うん。なんか、お祝い事多いですもんね。こういう記念日とかつきやすいから。うん、待って、序盤ミッチおったで。これ。何欲しい？あくびいたよな。あくび大ちゃんいた。しかも、この後のコメントが一番気まずいわ、なんか。むすない。二人なんなんこれ、急に。しかもなんか二人の間ではそれが普通みたいな感じでやってたやん。でも、その後めっちゃ笑うんかなと思った。いや、でもさ、急にテンション。そう。普通に戻ってんの。情緒不安定じゃん。うん。プロやとかじゃないもん。うん。もうなんか。大ちゃんと出会って10年長くて、ねえねえ、何入っち？ね、記念プレゼントに、おじさんおるから。でもなんやろうなぁ。え？多分二人の間では出来上がってんねん、あれが。なんかな？うん、多分。やりやすいんやろ、あれが。これ確かにようわからんノリでしょうやな。ね。もう多分、おっしゃる通り、高文さんの、二人だけしか楽しくないようわからんノリ。うん。あれ、まあでも、人と関わってきてもなかなかない現象かもしれない。いや、すごいよ、これ。じゃあ、それでは続いて、こんなショーです。勝手に、新しい言葉を作ったでしょう。俺らの心の拠り所、タカさん、他複数の方からいただきました。これ、複数の方からいただくということは、みんな思ってるってことですから。多分そうだね。10月29日放送の、大西流星が、また大西流星や。大西流星がリズムに乗って新しい言葉を作ってて、この人は頭の回転が早いなぁと思いました。ポジティブトップ3のコーナーだったと思います。この回は大西流星と大橋和也のペアでした。ほう。それではちょっと音源聞いてみましょう、はい、どうぞ。1、
俺がネクタイ結んでやるからさ、後ろ向いて。やばくない？やばくない？また一個言って、漫画の世界かな？え？これ、え？ほんまに実際？実際じゃない。もう16歳やからもう、高校生、高1。不意にもキュンってしてしまいました。また、だからモテるんだなと思いました。でも私はこんな軽い人は、彼氏にはしたくないなと思いました。キュンとしてしまい、悔しいです。無理、無理超えて、ムンリ。え、ムンリ？ムンリ高校。何それ？ムンリ。なんで、なんでこんなキュンキュン嫌な？え？この漫画みたいな。え、どう？あの、こんな感じなんだけど、3位は、え、俺と一緒じゃなくてもいい。俺は丸々と一緒に行きたいんだけど。これの何がおもろいかって、大橋が乗り切れてなくて、何それ？え、これさ、3位さ。流星が頑張って、無理超えて、ムンリー、ムンリー高校とかで、え、何それ？え、これがさ、とか言って、大橋自分無理や思ったら、すぐ今両手上げて。やばい。俺、これが一番おもろいかも。え、いつもそうなんだよな。リュウチと大橋くんって、多分ね、リュウチがすっごい、なんかもう、今時一個やから、うん、でも、大橋くんもお父さんみたいになるんだよ。あ、もう、そうやな、それなんやろな。ちょっと待って、それ踏まえてもう一回聞いていいですか？それ踏まえて、大橋が、すぐ手放すから。聞いてる。彼氏にはしたくないなと思いました。無理キュンとしてしまい、悔しいです。無理無理超えて、ムンリ。え、ムンリ。ムンリ高校。何それ無理なんでなんで無理なんでこんなキュンキュン嫌な。え、この漫画みたいな。え、どう？あの、こんな感じなんだけど、3位は、え、俺と一緒じゃなくてもいい。俺は丸々と一緒に行きたいんだけど。ね、多分ね、リュチ的には、うん、ムンリー、ムンリー超えて、ムンリー高校って言ったら、あの、乗ってきてほしいんですよ、あの人のタイプやったら。え、でもそれもあれなんや、あ、大学、何、ムンリー大学やろみたいな感じで乗ってきてほしいんですよ。はははは。何それムンリー高校。でさ、第3位がさ。いや、勝手に新しい言葉作ったでしょうと、あとは頑張って切り返したでしょう。話そらしたでしょう。いいね、これ。いや、これおもろいな。じゃあ続いては、こんなショーです。パクチーって何？ショー。さあ、こちらは僕らの心のよりどころ、ユリアさん、他たくさんの方からいただきました。パクチーって何ショーってどういうこと？4月16日放送回、結構序盤です。長尾くんがパクチーを知らないと発言。そこから長尾さんにパクチーとは何かを説明していた高橋恭平さんですが、だんだんと訳が分からなくなっていくのがおかしかったです。はい。恭平とケントのペア。はい。まあ、覚えてますか？いや、これは別に俺からするとおかしいわけではないです。お、恭平はちゃんとパクチーの説明をしてると。え、めっちゃしてた。それを、熱別としてた。熱別。熱別。何それ難しい言葉。え、勝手に新しい言葉作ったでしょ。あ、俺も入っといた、入ったかも。ごめん。さあ、これ、恭平はパクチーをちゃんと説明してるけど、あの、俺らの心のよりどころの皆さんは、訳がわからないと。なるほど。じゃあ、それでは音源聞いてみましょう。どうぞ。パクチーは、なんかちょっと、ブロッコリーのめっちゃちっちゃいバーみたいなやつ。え、じゃあ、葉っぱやんな。おー、いいね。普通の野菜、キャベツみたいな。レタスみたいなもんやろ。レタス。な、何それ。え、普通になんかこう、おしゃれな感じでさ、乗ってるタイプの。パセリじゃん。あ、パクチーとパセリや。お、ほら。そう。パセリや、それは。パセリ。パセリは違う。パクチー、パセリ。ちゃうよな。全然ちゃうっすよね。バジルは何？バジルはあれ、上に乗っかっけるやつや。あの、おしゃれな感じで、ちょっとふーんみたいな感じ。全部一緒やもん。緑やろ。え、俺は合ってる、うん、ちょっとなんかこう、だからちょっとさ、おしゃれ系のやつじゃない？なんか全部おしゃれよ、パクチー、バジル、パセリは。野菜のなんかこう、パクチーってなんかこう、ラーメンとかに入ってないっけ？ラーメン？違うわ。違うわ、違うわ。ラーメン？そんなん見たことないで。え？意識して食べたことないからさ。そうやねんな。食べてるかもしれんけど、わ、うん、かんない。俺が苦手なのか得意か分からんけど、まあ、その水餃子との相性がバッチリで言ってます。水餃子美味しいよね。うん。水餃子にパクチーを絡めたら美味しいってことでしょ、もっと。うん。ぜひやってみたいですね。いや、ちょっとやってみたいね。パクチーを知りたい、まず思う。すごいな、ほんま。会話のドライブがもう、右行ったり左行ったり。そうやろ。そうやね。結局パクチーは何なん？パクチーはまだ分かってへん。分かってない。分かってない。だから俺らの中ではパクチーに巡り合う旅してる。あ、してんねや。そう。ぜひちょっと皆さんまた教えてください。さあ、ということで以上名言大賞前半戦でした。はい、この後もどんどん名言を振り返っていきたいと思います。はい、それではここで一曲、12月14日発売、30枚目のニューシングル、キスマイフット2で思い花。木の家は自然の一部だ。
森から生まれまた森へと帰っていく。木材を使ったら若い苗木をまた植える。木の家はこの星をめぐる大きな循環の輪の中にいます。トゥリーング・フォー・アース住友林業。夢中になれる明日暮らし笑顔に夢中苦しに夢中明日に夢中。夢中になると自然とワクワクして前向きな気持ちになれる。夢中は暮らしを豊かにする希望なのかも。暮らしへはそんな夢中になれる明日を作ります。ネプチューンのオールナイトニッポンスーパー。ラジオのサブスクサービスオールナイトニッポンジャムが好評配信中。2000年以降の秘蔵マスター音源を続々と蔵出し、まずは30日間無料でお試し。詳しくは日本放送のホームページで。今日の担当は高橋恭平、藤原丈一郎です。なにわ男子のうぶらじ。さて今週は今年の番組内で飛び出た迷う方の名言を振り返って反省、すっきりとした気持ちで2022年を締めくくろうという、え、自分何言うてんの、ウブラジ名言大賞2022をお送りしています。はい。さあどうでした前半戦。いや、あんなことやこんなことや、なんか涙あり笑いありですごい楽しかったですね。笑いありは、てか涙ありはありました。え、なんか笑うほど、涙出るほど笑っちゃったね。それぐらいなんか思い返して面白かった。はい、面白かった。こんなこと言ってたよな。あれ前半戦だけですから、後半戦まだまだあると思う、ね。やばいっすね。じゃあ早速後半戦行きたいと思います。はい。続いてはこんな賞です。その説明だとメールが届かないでしょう。東京都目黒区、俺らの心の拠り所、ロアさん、他たくさんの方からいただきました。8月6日放送回のエンディング、毎回必ず言っているはずのメール募集の定型文で、高橋恭平くんの口から名言が飛び出ていました。はあ、この回は恭平と大橋和也のペア。どうですか、覚えてます？いや、覚えてない。だから俺毎日言ってることが別に名言と思ってないからさ。もうこの会話が成り立ってないもん。この説明だとメールが届かないでしょ、最後言ってるじゃないですか。はい。適当に言ってるって感じなんですか。どうだろう。俺じゃあ N とか A とか言ってたのかな。適当に言ってるのかな、わからない。それちょっと確認してみましょう。ね、さあそれでは音源お願いします。はい、番組ではですね、あなたからのメールを募集中です。宛先はなにわアットマーク 1242.com、 なにわアットマーク 1242.com、 なにわのスペルはなにわです。なにわのスペルはなにわですって言われてもさ、ANANIWA って言ってほしいね俺は。そら届かんわ。もうちょっとさ、リスナーの人に優しくいこうぜ。なにわのスペルはな、にわですって。な。だ、届くやん。いや、違うやん。なにわのスペルは、N、A、N、I、W、A ってもうみんな言ってるやん。はい。やっぱその、見たものをそのままお届けしちゃったよね。ほんまに。英語で、なにわやと思って、なにわでって。なかなかそれ聞いて、あーってなれへんやろ。じゃあみんな、なんか勉強思い出たかもしれない。え？英語の勉強、なにわですって言ったら、この子は、この何話で言ってんねやっていう勉強も兼ね備えて言ったんかもしれんね。そうですね。うん。いや、これは届かへんよ。その後のお足もフォローしようと思ってるけど、スペ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 。ラジオネーム、センキュー、後藤さん、ほか複数の方からいただきました。9月3日の放送回で、藤原くんが大事な番組コンセプトを言い間違えていました。何回も言っているセリフなのになぜ間違うのか。他局でもピンでレギュラーを持っているから、ウブラジへの愛情は薄くなったんでしょうね。僕は本当に悲しいです。いや、そこまでオープニングで思う。あの一言で。この回は僕と大西流星がペアでした。はい。まあそのね。これはあるよ。俺聞いてほしいです。音源。お願いします。というわけで今週も初心な気持ちを忘れずにお送りしていきたいと思います。何すか？あ、ここ全部ウブなんや。
ねえおじいちゃんいる。違う聞いて。俺の中では最初の関係各所いつまでも初心な気持ちを大切にでこの番組はウブで統一してんのかなと思ってたんですよ。ウブやろ相場は。そうウブラジはウブラジでもその前は初心でこの意味2つをしっかりとリスナーに伝えるんやっていう俺の。いやそんなシャレたことするかこの番組が。おいそれも失礼やろ、それも失礼やろ。絶対いけるでしょ。ウブで統一するやろ普通。オールウブなんやね。オールウブなんや。ごめんなさい皆さん、オールウブらしいです。ウブやろ。今週もウブな気持ちを忘れずにお送りしていきたいと思います。はい、お願いします。はい、もう大西ウブ先生がもうブチギレ。もうブチギレはそこからブチギレはなかなかよ。なんかなんちゃら各所関係者各所いやもう大西さんにブチギレられましたからね。そうなんですよ。その後の俺の言い訳もまあひどかったね。確かに。でもなんかさ、今まで前半とかも含め聞いてきたけどさ、うん、優しいな。あ、このミスが。ミスが。え、なんか多分なかったんやろな。藤原氏。あー、なるほどね。そう。なんか中、ない中で、すっげえ荒探ししたんやろな。な、何？後半戦からめっちゃ、俺のさ、サポートしてくれるやん。お任せして。そう、多分。何？この後めっちゃ自分来そうやから怖いんやろ。何がやね、来へんやろもう。わからへん。来へん、俺も。じゃあ続いて、こんなショーです。豚骨スープを飲んで滑舌を良くしてほしいでしょう。群馬県俺らの心の拠り所、スミテリアさん、他多くの方からいただきました。大橋くんが豚骨スープというワードが永遠に言えなくて名言でした。え、この回は僕藤原丈一郎と大橋和也って、ね、あったっけそんなん。覚えてないや。え、全然覚えてない。じゃあもうあれじゃない、すっげー滑らかに言ってたんじゃない。もうわからんぐらい。いやでも何回も言えなかったんて。何回も言ってたやんな。しかも豚骨スープを言う話題ってどんな話題なんやろ。確かに結構そっちの方が気になるけどな。なんなんやろ。何をテーマに話したやん。確認しましょう。それでは音源お願いします。さあ先週もですね、僕たち二人、藤原丈一郎と大橋和也がお届けしましたけども、うん、あいよ何そのあいよって大将寿司屋の大将やん。あいちょっ、いや、だから大将や。一周目そんなんじゃなかったよ。なんか屋台って書いてるからさ。屋台？ここに、下に何は出したの屋台。屋台骨ね。屋台骨。支えてる二人だと言われているって、そういう、いや、その屋台だけ取ってさ。いや、なんかラーメン作、なんか作る感じのあの、感じなんかなと思ったら、屋台骨ってさ、なんか骨を2個で、豚骨ポン、スープ。豚骨ポン。豚骨ポン。豚骨投げた。豚骨、豚骨、豚骨、え、豚骨スープ。豚骨スープね。そうそうそう。一人で早口言葉言うのやめて。いや、そんな感じのやつなんかなと思ってたから、ラーメン。違いますよ。なるほどね。だからまあ僕たちはまあ年上組ですからね、うん、年下組のラジオとはまた違った、うん、なんかそういう味も出せたらいいねっていう味ね。そう、だからそのさ、屋台にさ絡めるなってなんでね、なんで絵は別に屋台もんやねんから。いや、それ屋台もんやから屋台にとかそういうことじゃないから。初めて見たわ俺これ、うん、俺なんか今聞いてもう腹立ってきたもん。全然進まへんし。トンコツスープ、トンコプー、トンコプー、トンコプー、コツコツコツ。しかも、自分でだんだん名言に入ってってるっすね。な、自分で沼に入ってんな。トンコツプー、コツコツ、トンコツスープ、味ねえ、とかさ。嫌なペアやわこれほんま。おもろいなあの人やっぱ。やばいな。さあそれでは続いてこんなショーです。新しい都道府県ができたでしょう。北海道俺らの心の拠り所、シャンプリンさん、他多くの方からいただきました。私がもう一度聞きたいのは8月27日の放送回です。道枝くんが今まで聞いたことのない都道府県を作っていて、この人は天才かもしれないと思いました。この回はミッチーと長尾健人のペアでした。さあ、さらっと言ってるけどすごいよね。新しい都道府県ができたってこと48個目ってこと。そう、すごい。多分どっかの都道府県を言おうと思ったら混ざっちゃったか、はたまた初めまして、多分できたんやポン。さあそれが何なのか音源で確認してみましょう。どうぞ。ちょっといいですか。はい。これもうミッチーずっと気になってることあるんですよ。はい。ミッチーそれこそ自分の知ってる曲やと歌い出すんですよ。でそれこそライブとか一緒に見に行くじゃないですか。わかる。やっぱ、目の前に本人がいるわけじゃないですか。うんうん、やっぱ誰でも多分本人の声聞きたいじゃないですか。そう。
隣で大声で歌い出すから、俺ただミッチーのカラオケ聞きに来ただけになってるんですよ、いつも。もうすごい大きい声で歌うのよ。だから、あ、めっちゃ本人の声聞きたいと思うけど、もう隣でミッチーが気持ちよさそうに練習してるからさ。やめて、やめて。すごい気持ちよさそうと思う。ごめん、ごめん、ごめんや。俺だからもう、毎回ミッチーと、あの、そのライブのアーティストさんのフューチャリングを聞いてるんですよ。これでもみんな聞きたいと思う、ファンの皆さん。はい。続いていきましょうか。はい。続いて、カラオケ券。カラオケ券カラオケ券。カラオケ券。めちゃめちゃ楽しそうやん。絶対ミッチーいっぱいおるやん。みんな隣で歌い出すやろ。びっくりしてんけど今。いやいや、その件。みんな歌ってるんちゃう？みんな歌ってるやん。めっちゃ歌うから。神奈川県してるやん。神奈川県。神奈川県やったん。でもさ、その前のミッチーの、あの、ケントとの会話めっちゃわかるもん。これ平成ジャンプさんの新曲です。で、A メロ始まったらミッチー本気で歌い出すから全然わからへん。ちょっとミッチー一回黙ってって。あるわ。わかるわ。めっちゃそのままな。カラオケ券。いや、これは天才やな。ね、天才。カラオケ券。すっげえ名言や、これは。さあ、残すところも最後です。はい。最後はこんな賞です。クイズが永遠に終わらないでしょう。北海道の俺らの心のよりどころ751さんほか、たくさんの方からいただきました。8月13日の放送の高橋くんの頭の良さを確かめるコーナー。高橋恭平って本当は賢いんじゃないの？で、高橋くんと大橋くんが二人とも名言マシーンと化していました。覚えてますか？はい、覚えてます。いや、これは別になんか別に、まあ、名言マシーンっていうつもりもないですけどね。もう自分も本気でやってると。でも本気っす。なんかこう、世界で一番大きな砂漠はというクイズに答えている場面、はい、ヒントを出し続ける大橋和也、お手つきなしというルールのもとバンバン答え続ける高橋恭平、はい、そんな二人のやりとり、少し長いですけど皆さん聞いてください。どうぞ。はい、問題です。世界で一番大きい砂漠はどこでしょう。砂漠よね。うん、砂漠。ラクダ通るよね。ラクダが通る砂地で、めっちゃ暑いで、うん、太陽カンカン、うん、水飲みたい、ピラミッド。うん。うん。砂漠よ、砂漠。大きい、世界で一番大きいやから。え、俺知ってる砂漠一つだけやねん。サハラ砂漠みたいな。うん。おぉ。やっぱクイズ、インダス。クイズになってるってことやからさ。インダス。まあ、意外なとこ。逆なのかもしれん。え、なんかヒマラヤ、ヒマラヤ。逆か。ヒマラヤ。逆なとこになるかもしれん。ヒマラヤ砂漠。場所、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 場所。逆。あの、砂漠で暑いやん、暑いやん、暑いやん。インド、どういう、聞いて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 、ヒント聞いて。ヒント聞いて、ヒントだ、ヒントだ。すっごいヒント言ってんだよ、俺。うん。すーごい。あ、ヒント言ってくれてた。ヒント言ってた。ごめんごめん。ヒントで。一人で勝手に喋ってる思ってる。ヒントって言うとさ、なんか悪いなと思って。あ、なるほど。それ言ってくれな、わからん。あ、ごめんごめん。うん。逆逆。砂漠で暑いやん。うん。逆なとこにあるかもしれん。なんちゃらタイみたいな、まあ、あの、結構寒いとこ。寒いとこで。なんかタイリクみたいな。ユーラシア大陸。えユーラシア大陸。いや、寒いとこ、寒いとこ。寒いとこどこ、一番寒いとこどこ。え、大陸。え、アジア大陸。インド、ピラミッド大陸。あの、え、岩石大陸。地球の先っぽと先っぽみたいな。あの、ブラジル大陸や。なあ、俺さ、この人さ、ええ何？いや、要は、何？助けてくれてんのか、あの、話してんのか、どっち？いい、もうめっちゃ、あの、白熊とかようおるやん。白熊、白熊おるとこ。結構さ、あの、まあ、北海道、いや、北海道みたいなとこ。来たやん、来たやん。海辺、海辺大陸。逆、逆、逆。寒、北の逆北の逆北の反対は東大陸、東南。北の反対やで。北の反対。南。北の反対。南。おー南大陸や。惜しい。南って冷たいよね、大陸。白熊とかなんかいっぱいおるとこ。南って冷たいよね、冷たいところには熊がいるよね。熊ってことは白熊がいるよね、大陸。おるやん、なんか S 曲、N 曲みたいな、なんかそういうことだ。熊、白熊とペンギン。そこは、つまり南だ大陸。くー。南極大陸え、これ1問やんね。5問ぐらいのカロリー。正解は南極大陸。はい。あの、クイズ出されて、ヒント聞かん回答者ってなかなかおらんねん。
絶対よくさ、え、分からへん、ヒントちょうだいとか分かるけど、ヒント言ってる人フル虫で、インド、インド、サメ。マジで、ちっちゃくボソボソ、インドス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 、インド、逆、インド。そう。で、けど、おわし君の分かるヒントの出し方も独特で面白い。いや、でも後半戦もほぼ答えあったで。え、なんか、分からへん、あの人。北の反対はって、東、東みたいな。全部違うかった。南極大陸。めっちゃ好きになれ。多分他にも多分名言いっぱいあると思うの。ありすぎるからね。もう多くのね、名言を送っていただきましたけども、時間の都合上、ここで終了ということです。はい。どうでしたか？楽しかったです。みんなのいろんな名言聞けて。そうやね。その中でもなんかお気に入りの。僕、ミッチーっすね。あくび、あいづち。あくび事件。仕事疲れたんかな？あ、でも本番中あくびすんのはダメだと思います。お前が言うな。いや、あれは多分2022年の MVP じゃないですか、ね、名言 MVP よ。いや、素晴らしい。ということで、ミッチー MVP になりました。おめでとう。ということで、以上、自分何言うてんの、ウブラジ名言大賞2022でした。今日のメンバーは、高橋恭平、藤原丈一郎です。なにわ男子の、ウブラジ。今年も浅草寺宝蔵門前で羽子板市年の市が行われます。17日から3日間感染症対策に取り組み、夜7時半まで開催。350年以上の歴史を持つ年の市、詳しくはホームページをご覧ください。どうも、ミキです。兄のコウセイです。弟のアセイです。コウセイ、アセイ、アセイ、コウセイ言うてるうちに我々ミキのポッドキャストが配信中です。チームで何かに挑戦している京都にゆかりのある人を応援する番組、ミキのキョットキャスト切り開け京都挑戦組、サポーテッドバイ京セラ、日本放送ポッドキャストステーションをチェック。お聞きやすーん。12月1日東京有楽町で新しい劇場会いましょうグランドオープン。会いましょう、クリエイティブディレクターの柳井道彦です。ずっと会いたかった、ずっと会えなかったあなたに会うために、そんな思いを名前に込めました。ライブエンターテインメントの新しい拠点、有楽町会いましょうでお会いしましょう。なにわ男子のうぶらじ。5年後の私へ。5年後の自分に向けて書いた手紙を紹介するコーナーです。リスナーさんと一緒にちょっと先の未来について考えていきたいと思います。よりどころネーム、そらさんからいただきました。私は今専門学校を卒業し、アパレル店員として働いています。スタイリストになるという思いを胸に、お洋服の専門学校に入学し3年間通い、無事卒業しました。アパレルに就職しましたが、心のどこかでスタイリストへの夢が忘れられなく、なんとなく毎日心残りがあるようなモヤモヤとした日々を過ごしていました。ですが最近一歩踏み出そうと決心し、憧れていたスタイリストさんに連絡したところ、来年の4月から弟子入りさせていただけることになりました。なんとなくモヤモヤした日々を過ごすことはなくなり、上京して立派なスタイリストになる、頑張るという前向きな姿勢で日々を過ごしています。スタイリストのアシスタントはだいたい 3,4 年で独立できると言われています。5年後の私は独立できていますか？立派なスタイリストになれていますか？5年後にまた5年前お便り送りました、夢叶えましたと伝えたいと思いますとのことです。うん、夢もやっぱ僕たちにもやっぱこうスタイリストさんってやっぱいるじゃないですか。お世話になってますよ。お世話になってますし、でも荷物が多いわけよ、うん、多いし、時俺らだと雑誌が例えばじゃあ2ヶ月分撮るってなったら、うん、7人分かける2の服を14着用意、そうそうそう、しなあかんってなると、めっちゃ力仕事でもあるよね。そう、力仕事もそうです。やっぱこうこの服とにはこの服が合うだとか、うん、まあ、そういうのもだっていろいろ考えないといけない。まあそれがまあ本来まあ洋服の仕事ではあるんですけども、やっぱね、うん、まあ、そういうところでもやっぱり、ね、見えない努力というか、まあ、スタイリストっていうところもいろいろしんどかったりもあるんですけど、やっぱ憧れということでね、いずれかは何わ男子の
あの、衣装とかも。ね、やっぱ担当していただけると嬉しいですね。その時にね、あの、お便り書いた私ですって言ってくれたら僕らも嬉しいので。ね。ぜひ5年後。独立できるように頑張っていただけたらなと思います。今夜もたくさんのお便りありがとうございました。お聴きいただいた曲はトラジハイジでファンタスティポでした。長谷レンジのすすめ、出川さんちの麻婆豆腐はチーン。レンジでガチ簡単、豆腐を入れてレンジで4分、麻婆豆腐の出来上がり。うーん、マジうまいから。長谷レンジのすすめ、チーン。コニカミノルタは立体コピー機や IT を活用したサービスで人々の仕事や暮らしがより豊かになるよう取り組んでいます。コニカミノルタの立体コピー機は図形や地図などを立体的に印刷できます。立体的な印刷物は目の不自由な方への情報伝達に優れ、学校や図書館など様々な場所で活用されています。これまでにラジオチャリティミュージックソンから多数の立体コピー機が送られ、目の不自由な人々の手助けをしています。一人一人が輝く未来の創造を目指し、 Giving shape to ideas. コニカミノルタ。エンディングでーす。番組ではあなたからのメールを募集中です。なにわアットマーク 1242.com、 なにわのスペルは NANIWA、 小文字です。よく言えました。小文字ですまで言えてたからね、ちゃんと。あ、任せてください。さあ、ここでなにわ男子からのお知らせです。
なにわ男子4枚目のシングルスペシャルキスが2023年3月8日水曜日にリリースされます。はい、ありがとうございます。こちらはなんとですね、京平が初主演した映画なのに千輝くんが甘すぎるの主題歌らしいです。おー、おめでとうございます。おめでとうございます。映画で流れるってことですよね。これいつから公開されるんですか？こちらはですね、来年のですね3月3日の、金曜日から公開される予定なので、ぜひ皆さん、気になる方はチェックしてみてください。どんな内容なんですか？でも本当になんか片思いごっこっていうのを題材に、なんか青春したいなというか、キュンキュンしたいなっていう方にはもううってつけの映画というか、自分もこのヒロインだったり、もう僕の立場になって見ていただけると楽しめるようなストーリーとなっております。しかも時期的にもさ、3月3日なんかこう卒業式もさ、まあ終わってるぐらいかな。そうね。時にさ、ちょっと片思いのさ、まあちょっと映画見に行こうって言ったら、またここでキュンキュンできるわけ。そう。で、それを見終わって勇気で、勇気振り絞って告白するみたいなね。ああ、なるほど。片思いしてる子が。いいやん。これを見て、そう。だそういう風な映画になっておりますので。はい。ぜひ劇場の方に足を運んでください。お願いします。お願いします。さあ、なにわ男子のオブラジー、お付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は、藤原丈一郎と、高橋恭平でした。バイバーイ。来週は2023日本コーナルお気軽経済サミット、森永卓郎さんに加え日本経済を占うコメンテーターが登場。月曜日はジャーナリストの須田慎一郎さん、さらに戦場カメラマン渡辺陽一さんをお迎えします。あなたとハッピーは来週月曜朝8時。車を高く売りたい方、車高く売れるんです。え、とにかく簡単に車高く売れるんです。なんで？車たかしのサイトを使えば車高く売れるんです。車たかし？車たかしは中古車買取店の査定額を一気に比べられる便利なサイト。たった1分あなたの車の情報を入力、それだけで最大8社の買取店の査定額が無料でわかる。あとは一番高いお店を選ぶだけで車高く売れる。そう、車高く売りたいなら車たかしで検索。芸能界のプロ野球ファンが熱いトークで激突。 FM93